本日のワインはこちらです。どうもゆきおでございます。本日もゆきおとワインをやっていきます。ワインはボタニカルライフさんですね。これはねちょっと前だねにも、こちらのアンバー、まあ、白ワインだね、ちょっとあの色がついてるアンバー白ワインを、ご紹介したんですけれども、その時に同時に買ってたものがありまして、それはこちらの赤ですね。ボタニカルライフさんの赤、こちらのシリーズがバンシュープラスルージュ2022年ヴィンテージだね。このボタニカルライフさんのバンシュープラスのシリーズは基本的に貝ぶどうですねで、作ったワインのシリーズになっておりまして、この前、飲んだそのアンバーの方がこのボタニカルライフさんのワイン、かなり久しぶりに飲んだのがそれだったので、昔にこの多分ドメーヌもの自社畑もののベリエですかねを飲んだことあって、すごくあの印象的なワインだなと思ってて、また飲みたいなと思ってたんですけど、まあまあ機会がなくこの前ね買ってでアンバーを飲んだというところなんですけども、今回はルージュ赤ワインなんだけど、貝ぶどうとはいえちょっとホームページの方に品種の記載がなかったんだよね。ビニフェラを2種類使ってるというふうな記載だけありました。ビニフェラというのはワイン用のブドウということで、ブドウのまあ元々の大元の種類というか種があって、それがまあ食用のブドウになっていくのかワイン用のブドウになるのかっていう、それはちょっと分かれるんだけど、食用のブドウというのは基本的にそのデラウェアとかそういったブドウ品種をまあ食用ブドウなので、まあ、そこからもちろんワインも作れるんだけど、まあ、ワイン用品種の方が高品質なワインができるよっていうふうには今言われてるけども、まあでも日本ではね全然食用ブドウからでも美味しいワインたくさんできてますので、まあ、それはまたちょっとタイプが違うワインができるよっていうような認識でいいのかなと思うんだけどね。はい、ということで今日は、ビニフェラ種なので、まあ、基本的にワイン用のブドウということで、それを2品種使ってますよということですね。はい、で、まあ、あとは作り手の個性がねどういうふうに反映されていくのかなというところで、非常に、楽しみにしているワインでございますので、やっていきましょう。ゆきおとワイン。色はですねちょっと暗めな感じだけども、まあ、紫から少し中心が濃いかなと思いますけども、まあ、でもなんか艶やかな感じですね。いいお色でございます。もうすでに開けた時からふわっといい香りがしております。どうでしょう。まあなんか優しいね、まあ、すごくなんか作りがあの前回のアンバーの時もそうだったけど、なんか優しい感じの本当に、まあ、派手な感じはしなく、程よく優しく穏やかで、非常にこの、まあ、静かなワインというとおかしいけど、なんかそのね、こう、なんか日常にスッと入ってくる、スッと日常のところに溶け込んでくるような、そういった優しさを持っているワインかなという感じです。品種は何なんだろうね、ちょっと、まあまあ分からないけども、メルローとかかな、なんだろう、なんか、うん。うん、あでも今ふとスワリングするとその今回ちょっとまあ青さとか茎っぽさのそれがあるんだけど、そことお花の香りが一緒に来るような感じなので、うん、なんか若干日本和の雰囲気もなんとなくだけどね感じるような、うん、そしてちょっと赤系と黒系が混じるぐらいの果実かな。非常に穏やかで優しい感じの印象ですね。いただきます。うん。あ、酸味もねしっかり感じます。で、軽やかなタイプでジューシーなので、まあ早飲み系なのかなとは思うんだけど、なんかその非常にちょっと土っぽい感じもあるし、なんかやっぱり少し出汁のような感じもね感じるかなっていう感じなんだけど感じるかなっていう感じなんか言い方がちょっとあれですけども、
なんかやっぱこの体なじみがいいというか、すって染み渡ってくるような味わいです。でアルコールもこれ 11.5% だったかな、うん、低めなんだよね。だからまあこの、あ、 11% だ、 11% ですね。優しい感じですね。すごく和食とかとも相性がいいんじゃないかなっていう感じですね。なんか香りがもっとまだちょっと洋土感というか磯っぽさというか、なんかそういうのも感じるんだよね。なんだろうね、うん、面白い。なんかすごくこの、まあ、個性がすごいはっきりはしてるかなと思います。だから品種が何かとはちょっと分かんないんだけど、なんかこういうなんか本当に優しい感じのこの、まあ本日お休みなんですけども、お休みの日になんかこうゆっくり飲みたいっていう時はね、こういうのがいいですこういうのがいい。うんうん、まあこのまあすごく作り方も自然そのままの、感じもありますので、なんかそのこう外とかね、ピクニックみたいな時にもね、飲んでもいいかもしれない。外とかで飲んだらまた印象変わるかもしれないね。自然の中でこう自然と共にあると、なんかその全部が一体して調和していくような感じのワインになるかもしれないので、意外と外で飲んだりしたらね、また印象変わりそうだね。うん、非常に大好きなワインですね。こういうタイプは大好きです。ということで、大好きなワインに合わせるおつまみ、こちらですね。大好きなワインには大好きなお芋ちゃん、ポテチ、幻の芋解禁されました男爵、これ何、今金なのかな、今がね、根金なんだろうね、ちょっと読めないののり塩味ですね。これも超高級とか、あのポテチらしくて、小池屋さんの幻のじゃがいも 0.3% の幻のじゃがいも、北海道産、北海道、あ、これ、あ、町の名前なんだ、ちょっとごめんなさい、読めなくて申し訳ないです、のポテチ、最高じゃないですか。これもね、いただき物でございます。ありがとうございます。うん、光り輝いているように見えますうん、海苔塩だ。うん、うまい、うん、お芋の味がしっかり感じる、なんかね、うん、美味しいね。パッと見はそんな変わらない気がするんだけど、スタンダードと違うのかな見比べてないから分かんないけど、うんうん、もう噛むごとにね、お芋の方しっかりとお味がね感じられます。いかがでしょうか。いいんじゃないいいんじゃないでしょうか。うん、いいです、非常に。お芋ちゃんもね、なんか味 しっかりしてると思いきや、味付けはそんな濃くないのかな。だからワインと合わさってもそんなに芋が主張してこないから、バランスがいい気がしますね。美味しいです、非常に。うん、いいね。まあおつまみポテチだけしかないけど、やっぱりこれね、食事と合わせていくとね、全然またより生きるかもしれない、食卓にあるべきワインになるかもしれないね、うん、楽しみです。今日もこれで夕飯をね、ゆっくりゆっくり楽しんでいこうと思うので、非常に、いやー、いいね、ワインってほっとします。はい、ということで、本日ご紹介したワインはボタニカルライフさんのバンシュープラスルージュ2022年だね。非常にこう優しく落ち着いたワインで、こういったワインと、ね、食事を共にできる幸せをかみしめながら、今日もディナータイムしたいと思います。で、本日ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録と、ポチッとね、ポチッともお願いしますそれでは皆様、じゃあね、バイ。